このオーライトの新しいライト、ちょっといろいろ問題あるかもしれん。はい、皆さんどうもこんにちは、ヨッシーです。今回はオーライトさんからこちらのオーライト BFL1800、 こちらのライトを提供でいただきました。ありがとうございます。そしてこちらの箱を開けると、中に入っているのはまずこちらライト、取扱説明書、ライトを取り付けるマウントになります。取り付けマウントの長さを調整するバンドが入っております。六角レンチ、ライトを充電する専用のケーブルになります。そして今までのオーライトの自転車用ライトと違ったことがありまして、まず取り付け方法が変わりました。前回の提供でいただいたこちらの RN1500、 取り付けるときはこちらのガーミンマウントになっていて、取り付けマウントに押し込んでひねる、そうすると取り付けができます。そして今回の BFL1800 はこちら、まず先入れてからカチャ、このような形で取り付けます。外すときはこちらのレバーを押すと簡単にポロって外れます。これだけなんですけど結構丈夫です。あと新しい新機能としては、こちらのライトのロック機能が加わったってことです。ライトがついてない状態でこちらの電源ボタンを5秒以上長押し、1、2、3、4、5、一旦消えた後にこっち赤い点滅がチカチカチカってなったら押してもライトはつきません。まあ、これによってこのなんとかに入れた時に、間違って押した時にライトがつくのを防ぐためですね。こちらの機能を解除するためにはもう一度電源ボタンを5秒以上長押し、1、2、3、4、5、そうするとライトがつきます。そして今回また充電方法がまた変わりまして、こちらの裏の方に先ほど紹介した専用の充電ケーブル、こちら先端が磁石マグネット式になっておりまして、こちらの裏面をパチッ、このようにくっつけるだけ、これで充電ができます。そして明るさに関しては、ちょっと弱虫ペダルの漫画に当てるんですけど、まずこちらが一番下の500ルーメン、もう一回押すと1000ルーメンで、さらにもう一回押すと一番上の1800ルーメン、この明るい部屋でもちょっと眩しいぐらい。そしてこちらバッテリーの持ちは、一番下の500ルーメンで 8.5 時間、そして1000ルーメンで 3.5 時間、そして1800ルーメンで 1.5 時間。そして今回のこのライト、明るさが3つしかない、500、1000、1800、この3つしかない。点灯は実はないんです。嘘でしょそして夜つけてみた時の明るさがこちらになります。はい、画面切り替わりました。現在夜の公園に来ております。で、見えないとは思いますけど、この目の前にマウンテンバイクがあって、そのハンドルバーに今回のライトつけております。早速ライト一番下の500ルーメンからつけていきます。そう、こちらが500ルーメン、どうでしょうか。画面越しでも分かると思うんですけど、結構明るいです。はい、では次1000ルーメン、そう、さらに明るくなりました。この5メートル以内のものはもうはっきりくっきり見えます。そして1800ルーメン、そう、もう目の前の草木も一本一本が見えるぐらい明るい。で、この1800ルーメンのものになると200メートル先のものまで見えるそうです。明る、はい、いかがだったでしょうか。結構500ルーメンでもかなり明るいです。そして一番上の1800ルーメンになるとちょっと明るすぎて目がチカチカする。
そしてバッテリーの容量は 5000mAh で、重量に関しては公式では 162g、 まさかの前作の RN1500 より 10g ぐらい軽いです。はい、というわけでざっくり紹介しました。そして今回僕がこちらの BFL1800 を1ヶ月間使ってみた感想をお話ししたいと思います。まずメリットから。メリットとしてはもう明るさ十分。一番下の500ルーメンでも結構明るい。もう昼も夜も問題なく使えます。そしてもう一つがバッテリーの容量がすごい。まあ、先ほど紹介した容量は 5000mAh。 このライトの一番下の明るさ500ルーメンで 8.5 時間持つので、ロングライド十分です。そして実際この前ロングライドしてきました。往復で130キロぐらいなんですけど、スタートしてからゴールするまでずーっとついてました。この500ルーメンの明るさがずーっと続くのは、これはちょっと感動しました。そしてもう一つが結構頑丈なところ。僕このライトを使ったのはロードバイクだけじゃなくて、隣にあるマウンテンバイク、グラベルライドでも使いました。このマウンテンバイクでこの荒れた路面走ってもびくともしない。全然グラグラ、マウントの位置がずれることなく使えたのは良かったかなと思います。そして逆にデメリット、これはちょっといろいろあります。まず一つがレッグマウント、 GoPro マウントに対応してないこと。とこれロードバイクに乗っている人からしたらちょっと微妙なところかもしれません。僕も普段ロードバイクライトつけるときはこのようにサイクルコンピューター、レッグマウントで取り付けたときに、その下にこのような形でライト取り付けている方が多いはずです。この方が正面から見たときに見た目がすっきりしてるから、まあ、そういった理由でつけてるんですけど、今回のこちらの BFL1800 はそのようなマウントが対応してないっていうことです。なのでどうしてもハンドルバーにしか取り付けることができないっていうのがちょっと残念だな。そしてあともう一つ、充電方法が、まあ、先ほど紹介したこちらの専用ケーブルっていうことです。今までのオーライトの充電方法、こちらの後ろに RN1500 はこちらのタイプ Cで充電を統一してましたけど、そして今回はマグネット式の充電。これ充電できるうちはいいけど、逆にこれが壊れた時、このライトどうやって充電したらいいのかって、そういう問題になりますよね。そこがちょっと不便じゃないかなって思います。そしてライトとセットでこちらのサドルバッグをいただきました。そう、見た目がシュッとしててちっちゃくて、そしてこちら反射板とリアライトをかけるところがあります。あと防水性も高くて、水に濡れたぐらいじゃ全然大丈夫です。中身濡れません。見た目がちっちゃくてかなりスマートなんですけど、入る容量がちょっとだけ少ない。はい、というわけで今回こちらの BFL1800 をざっと紹介しましたが、僕的にこちらのライトおすすめするのは主に通勤通学で、とにかく明るくてバッテリーの持ちがいい人におすすめします。あとは僕のようなロードバイクに乗っていて、このサイクルコンピューターに取り付けたい、なるべく見た目すっきりさせたいっていう人には僕は正直おすすめできない。なので僕普段こちらのマウンテンバイクで通勤で使ってます。そしてさらに嬉しいお知らせとして、こちらのBFL1800 お得に買えるクーポンが下の概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらをチェックしてください。はい、というわけで今回の動画以上になります。僕の動画では普段面白い走行動画や、あとこういった商品紹介系の動画も出しておりますので、気になる方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、では皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。